火のコントロールが乱れてるぞ。もっと戦いに集中しろ。ダイヤ人と地球人の分血は強いんだろう。見せてみろよ。それを倒す。貴様の実力で俺に勝てるわけがなかろう。そいつはどうかな。どうか倒そう。チャックをつけてやろう。おい、来た。死ぬ気で生き残れ。えらい学生さんというのになりたいんだろう。邪魔の相手をしている暇はないんだ。おっととくたまれ。手こずらせやがって。頭にくるぜ。勝てる見込みのない戦いに来たの。この俺に用でもあるのか。えらく威勢がいい。こいつは驚いた。あの時のガキじゃ。お前なんかに負けないぞ。兄に逆らうといるのか。負けろと。ほら、地球で育った孫悟空だ。この俺がそこまで。くくそこの俺がやられるとは。敵やがってそんなに死にてえ。いくらナメック星人だってよ、一匹やそこらじゃハエみたいなもんだぜ。ハエみたいなもんかどうか試してやるよ。あっちよっとかな。てめえなんかこのナッパ様に勝てるわけがない。お前もサイヤ人の血を引いているんだ。少しはこの俺を試しのせてくれるんだろうな。負けるもんか。腕がしびれちまったぜ。
こうなったら醜くて嫌だが大猿に変身してぶっ潰してやる。この俺様の大猿は半端な強さじゃないぞ。どうだ、これで貴様はもう終わりだ。少し頑張りすぎじゃないかな。なんて。